はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回なんですけど、今回はですね、ちょっと実は、まあ、前回というかね、まあ、まさかまさかのユキユキと、メラメラをゲットしまして、まあ、ロギアコンプということになったんですけど、まあちょっと、悪魔の実を今日は使った悪魔の実はまあ飾っていくというシステムでやっていますので、うわー、さよなら、お疲れ様でした。あ、どうもこんにちは。ちょっと待って、そう、ふざけるな、おい、やめろ、帰れ、どっか行け、どっか行くんだ、早く帰れ、寝ろ、早く寝とけ、よし、ちょっと待ってくれ、一回寝ましょう。はいちょっとさ、今回はちょっと申し訳ないんですけど、悪魔の実をまあ使っていくちょっとパートにちょっとしてしまうかなと思います。はい、まあ次回がちょっと、実は今これ撮影日が10月13日なんですけど、多分いつもよりおそらくその投稿、わー、相席相席、ちょっと更新投稿頻度がちょっと、もしかしたらちょっと遅くなるかもしれないです。いや多分大丈夫だと思うんだけど、その理由が金宝箱、さらに銀宝箱ですね、残りグラグラとか残り4種類だったと思うんですけど、その4種類を集めるためにちょっと金宝箱を大量にちょっと集めようかなと。いつも2個で3時間ぐらいかかってるので、まあちょっとどうしても時間がかかるということで、もしかしたらちょっと日にちが空く、なんとか開かないように頑張りますけど、運が悪ければちょっと日にちが開く可能性があるということだけちょっとご認識いただければなと思います。で、今回は、メラメラ使うんですけど、その前にちょっとメラメラは最後にしたいと思うんで、まずちょっと使ってない、まあほとんどここら辺のは全部使ってないはずなので、ちょっと使っていきましょうか。で、結構個人的に気になってたのは熱々かな。まあせっかくメラメラもあるからね、熱々、そして泡泡、まあまずちょっと熱々にするか。あ、待てよ、でもスベスベも気になるな。カメカメ、ウシウシ、なるほど、まあ、あ、影影も気になるな。影影にするか、ちょっとこれ影影いきましょう。まずじゃあ影影いきたいと思います。影影食べて、ちょっと今日はこの技をどんどん紹介していく形になるんだけど、ドッペルマン、なんだ、自分と似たやつを近くに出す的な、ドッペルゲンガー的なやつかな。わ、なんかある、影切り、あ、これちょっと待って、もしかしてあれいるか、あ、持ってないかも、作れるかな。多分ハサミがいるんじゃない、確か作れたよ。あ、これ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 、鉄4つと石3つで、多分これこれが多分いるんじゃない、石3つに、鉄、これでいける、これでいける、で、ああ、これで多分なんか影を切るんだったっけな、確かなんかそんなんだった気がするんだよな。これこれこれ、多分これでできるわ。よし、ちょっとやってみよう。で、技自体にここに影切りってのがあるから、普通に攻撃すれば影が取れるんじゃないか、これ多分、これ多分これはロギアみたいな感じで常時使える技なはずだから、右クリックもしくは左クリックで、どうだ、右クリック違う、左、あ、取れた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 、これだ、何、あ、食べれる、食べれるが、食べていいんか、食べた、食べていいのか、ちょっと待って、他の技見てみよう、他の技見てみてからにしよう。はい、まだ食べるの怖い。あー、いたいた。いきます。1番。ほら。ふっ。うわー、まさか、お、いいぞー、攻撃してくれる。あ、すごいすごいすごい。な、仲間が1人増えた感じ。いいじゃない。要は僕の、ダミーじゃないけど、それを作れるって感じかな。じゃあちょっと戻そうか。ありがとうな。じゃあ次2番。ほい。ん?あ、これなんかあれか?もしかしたら、ちょっと待てよ。これ出して2番、あ、場所入れ替えだ、多分これこのダミーと、おそらくなんだけど、こっから、はい、呼ぶことができるだけか、これ、ちょっと場所変わってない、ちょっと待って、はい、あ、変わってる、入れ替える、場所を入れ替えることができると、なるほど、ちょ、これでもらった、今多分もらえたんじゃない、あ、もらえてるね、これ影、あ、やばいやばい、死んじゃう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 、ちょっと待って、ご飯ご飯ご飯、危ね危ね危ね、この影は多分技に使うんだろうけど、何に使うんだろう、ちょ、とりあえずちょっと回復しないと、ここで影影、まあもう一個あるからいいんだけど、もう一個集めないといけなくなっちゃうから、さすがにそれは困る。ちょっととりあえずパン食べて、わあ怖い、なんかちょっと一瞬怖いよ、ちょっとじゃあ一応ついてくる、一応バイバイしておこうか、うん、じゃあ次、一応技を武器これにしといて、もう一個食べるか、
いやすごいねこれ、かけかけ面白いかもしれない、技的に。コウモリいきます、3番いこう。はい、わあ、なるほど、これは普通の攻撃じゃないか、コウモリで、まあ、敵に攻撃するみたいな感じだよね。かけかけいきます、もう一回打てるか。はい、あーなるほど、そうだね。うん、何四角、何これ、何ニコニコ動画のニコニコくみたいな。わあ、あ閉じ込めることができるんだ。あこれ普通に強いんじゃない多分。あこれまさかまさか、またあーびっくりした、やばい、あ痛い、危ない危ない、やられられられ、死んじゃう、危ない危ない危ない、全部見せるまでは死ぬことはできんので、私は。あそこにロケラいるんだけど大丈夫かな、ちょっと待って、でも早めに見せよう。5番いきます、はい、ん何今の、何今の、なんだ、なんか下からニュンって出た。じゃあ次6番、はい、あなんかなんだこれ、能力的なやつか、ちょっと待って5番いこう、はい、ああな、なんだ、ああやっちゃった、やってる、痛い痛い、やっちゃ、見て、あれ泳げない、泳げる、ちょっと待って、やめろやめろ。7番なんだこれ、なんだ、あーこれやばい、ちょっと待って、耐えないと、耐えないと、痛い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 、ちょっと待って、ああああ、何これ何これ、何、なんかすごい、来た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 来ましたよ、何ですか、あれなんか私に、ね、私に、あ違う、味方だ味方だ味方だ、これそうか、これで相手を引きつけて攻撃することができるみたいな、そんな感じか。おお、じゃあ次8番、ほい、何なんだ、なんだ、あ待って、これもしかして、あ影を出したわ今これ、多分影をおそらくなんだけど、そう、あもらった影を使って仲間を召喚することができる、こうやって敵に攻撃して、影をゲットして、でその影を使って仲間を生成と。なるほどね、面白いわ影影、いやこれもっと序盤で欲しかったな、やってて楽しい影影くん。まあということで、じゃあ次ちょっともう一個やろうか、ちょっともう一個ぐらい紹介して最後メラメラ紹介しよう。ちょっとごめんなさい、え痛い痛い痛い、打つんかーい。じゃあ次あわあわいきましょう、あわあわこれいきたいと思います。ではあわあわ、技は3つだね、そんなに多くない感じだ、いきましょう。まあ防御なんかね、あわあわはなんかなんだっけな、何の音ですか、なんか結構強いよっていうコメントあったんだけど、どうなんだろう、空飛べるって言ったのがあわあわだったっけな、なんかちょっと待って、おーい海兵くん、痛い痛い、いっぱいいるね、とりあえず打ってみるか、はい、ん空飛べるわけではない、これはでも今発動中だな、なんかなんかが発動してる、なんだ、あーでもダメージ受けない系かな多分今のやつって。次2番、うわーかっこいい、あわあわです、そしておそらく動けないわ、なるほど、これおそらくあれですね、スモーカーの黙々の実の技みたいな感じだ。じゃあ次3番、はい、動けない、あー動けないけど多分ダメージ受けない、なんかあれドラクエディアのアストロンみたいなやつじゃないか、全く動けない代わりに敵からのダメージも絶対食らわないよみたいな、なるほど、まあこんな感じです、あわあわ他ないもんね技としては、なるほどね、こういう感じでまあ敵にダメージ与えることができる、まあまあなかなか強い技じゃない、普通に使いやすいと思う、あの3個ぐらいしかなくて、かつまあ防御も攻撃もできるっていう時点でまあなかなか強いからね。あ最後にちょっとあれボム、ちょっと待って、これさ、この1番使った状態で敵のダメージが入るのかちょっと見てみよう、はい、さあこれで撃ってくれ、攻撃してくれ、さあどうだ、あうわすごいすごいすごい、何これ、近づくと動けなくなってる、すごい、あでも効果切れた、でも撃ってみろよ、かかってこいよ、撃ってみろって、どうして撃ってみろ、痛い、びっくりした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 、よし、それでは最後ですね、こちらメラメラ、お待たせいたしました、これでちょっと今日はあのお見せして、次回まあ、全てのこう身を集めるができたらな、このメラメラがすごい強いらしいのよ、エースの、もちろんエースの技ですね、まあロギアだからダメージ受けることないんだけど、この悲願だったっけ、悲剣か悲願どちらかが
その強い、まあ技自体はもちろん他の技の方が火力はあるんだけど、その頻繁に使える、要はクールタイムとかそれを全て考慮すると、どっちだったっけ、彼岸だったかな、だからどちらかが異常なほど強いんだよね。いきます。はいはい、おかしいですこれ。多分僕の中でね、まあ、グラグラも強いと思うんだけど、グラグラはロギアじゃないじゃないですか。要はまあ、エネル、いやでも僕の中では多分一番この悪魔の実の中で一番強いのは僕このメラメラだと思う。まあもちろん人によって違うかもしれないんだけど、まあ単純な攻撃で言うと、まあまあでも闇にこのメラメラがいいんだけど、まあ単品で言うと、まあグラグラはダメージ受けちゃうし、でロギアはまあ空飛べないけど、でもそれにしてももう火力が段違いってか、全然海軍いないな、ここら辺、ここら辺海軍いないのかな。まあとにかく強いわけですよこれ、こういう感じで。うわーこれも強そう。でも多分ね、これだな、これが多分一番強かった。秘剣だよね、これが。秘剣が確かとんでもない強さだったのを覚えてる。このなんかクールタイム的にも、その要は飛眼と飛剣をなんか打ち続ければずっと勝てるみたいな感じだったと思うし、ちょっと打ってみるか。3番とかもね、これは大技なんだけど、いきます。ここら辺かな、あ間違えた。はい、このようにまあ技を出して向けてる方向に行くぞ。さあどこに打つというのかね。はい、羊か、あー危ねえ。わあすげえ。あ、ポーネグルフだ。おお、これは火力がすごい。ちょっとクールタイムが長いけどね、それがちょっとこの技は、まああと打つまでの時間がちょっと長いっていうのがまあちょっとデメリットだけど、まあ火力はもちろん申し分なしと。いや、ここら、あの雪玉壊せんかい、あの飛剣で。まあ他の技使おう。はい、これはなんだこれ、なんだっけ、なんだ、あ、なんか、あ、すごい、あ、自動で倒してくれるってやつだこれ。はい、ほら行けよ。あ、しかも痛くない、全然痛くないよ。あ、いけん、よーし、壊れた。でもフィールドも壊れちまった。これ雨も壊せない、危険で。ちょっと待って、5番行ってみるか。5番、ほら、山賊くん何をして、痛い、やめろ、悲願、危ない、悲願も強え。なんだ君は何をしようというのかね。おら、あ、打ちやすいわこれ。十字にクロスに攻撃力打つってか、もう全体的にさ、もう火力がやばいんだよこれ、もう全てが強い。6番、あー、ミキサー。これダッシュするんだ、あの敵に向かって、まああの敵にっていうか、まああのダッシュしながら、もちろん当たった敵に大ダメージを与えるって技だね。じゃあ次、最後だ。これは確か下から炎がブーってきて、これで撃つんじゃなくて、確かこれはまあ防御的なバリアまでいかないけど、そんな感じだった気がする。じゃあ次、火柱、うっ、あっ、ぜや、まあここにいる間はまあその敵が大ダメージ当たるって感じだね。まあでも基本的にこのメラメラに関しては、まあもうこれでしょう、危険でしょう、これでしょうね、強いのは。まあもちろんあと悲願、ここら辺も強い。うん、だからまあメラメラは PVP においてはもう最強格だと思うかな。はい、ということで、とりあえず今回はね、ちょっと悪魔の実の紹介、まあ今後そのあれ額縁とかにね、まあ、飾っていかないといけないから、まあちょっと悪魔の実の紹介をさせていただいたんですけど、次回は大丈夫です、いっぱい、宝箱を開ける予定でございます。やった、壊れる。だからちょっとどうだろうな、4個っていうとなんか大丈夫かな、できれば5個、できれば5個、もう僕の心が折れたら4個で、銀宝箱もいっぱい多分ゲットしないといけない。むしろ銀宝箱に多分出てくるやつのが多い、グラグラ以外は。だから銀宝箱も多分金宝箱集めてればついでにいっぱいゲットできると思うので、まあ金宝箱4個、銀宝箱大量みたいな感じでちょっとやっていけたらなと思います。ちょっともしかしたら更新がちょっと遅れるかもしれない、まあ、頑張ります。あれ、運次第ですね。はい、ということで、じゃあ今回はちょっと悪魔の実紹介パートになりましたが、この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。